皆さんこんばんは。ここはどこだって思った方いると思うんですけど、今私は東京に帰ってきてて、おじいちゃんおばあちゃんのお家から配信してます。配信できるようなところを作ってもらいました。ペコちゃんありがとう、ケンケンありがとう。そうなんです、ちょっとだけね今帰省してて、おじいちゃんおばあちゃんに会いました。会っていますか、おばあちゃんち。おばあちゃんちとか書いとくおばあちゃんの家から。そうだからいつもと背景が違うと思うんです。お姉ちゃんは今日いないかな、ママとパパはいます。ゆうとありがとう。今日ねそのチーム M の配信をそうしなきゃいけなくてしています。おばあちゃん元気、おばあちゃんは元気だよ多分元気なんかな、うん元気だと思う。スノーマンありがとう。久々にこのライトみたいなのつけた。はい、そうお題がありましてね、元気ありがとう。あの赤ポンさんについてお話というテーマで先週回していたんですけどね。今東京なのです。そうなので赤ポンさんについてお話をしたいんですけど、どうですか、私と赤ポンさんの印象とか皆さんありますか。メメキルキル、メメキルキル女女って言った時点でちょっとやだ。メメキルキルがある。そう次のチームでも一緒なんですけど、フロンティアのイメージ確かに。でもフロンティアであんま喋ってたイメージとかみんなあるんですか。仲良しのイメージ、マジすぐる、ありがとう。かき氷の時代か、時代違う間違えた、かき氷の時期に入ったか。そう関わりはあるんですけど、そんな多分皆さんにとってイメージなあないよな多分。なんかあの仲悪くないんですけど、 M になるまでそんなに喋んなかったんですね。くねぎありがとう。そんなに喋る機会がなくて、機会がないというか、なんか結構あの大人っぽい方なのであんまりベラベラ話す感じではなかったんですけど、M になってからマジでしょうもない話をいっぱいするようになったんですよ。そうなんか話を聞いてる感じが多いかな、私と誰かが喋ってるのを聞いてるとかが多いのかな。共通の話題、特にないけど、最近はあのれいこさんがドラマをね紹介してくださったんですよ。私あのファンクラブの方に書いたんですけど、そのドラマを紹介してくれて、で若ぽんさんもれいこさんに紹介してもらって、でこう3人であのドラマについて語ったりはしました。ネットフリックスのドラマで、もうねネットフリ大好きなので、あと4日で切れるんですけど。そうあごちゃん、えいじありがとう、ゆうじありがとう。そうやな、 M になって距離感近くなったんかなって思います。そうそう、れいこさん、もうれいこさんの話になっちゃうわかぽんさんの話って言ってるのに。あの中里依紗さんが出てる離婚しようよっていうドラマ、結構ネットフリックスでも上位の人気作品らしくて、
そう、お母さんみたいな存在ですね。ジョリーありがとう。でもね、一回私もこれチーム M のなんだっけ、公演でこの間お話ししたんですけど、そう、若ぽんさんはフロンティアの時に私めっちゃネガティブになってた時があって、なんか結構私ポジティブ人間なんですね。頭おかしいぐらいポジティブ人間で、だから落ち込むこととか全く今まで生まれてこの方あんまりなかったんですけど、ちょっと前髪長いな、そうなかったんだけど、なんかフロンティアの時めっちゃ落ち込むこととか、やっぱバトルだったじゃないですか、ナンバトル1があった時代ですよ。だからめっちゃ落ち込んだ時があって、ご両ありがとう。昔怖そうだった、ちょっと怖かったかも今じゃもう大の仲良しですからね、遊ぶ約束とかもしちゃってますワンタンメンありがとう。そうだからその時にネガティブになってた時に1時間ぐらい話を聞いてもらったっていう MC をね、この間お話しさせてもらって、まあ、あんまり深くは語ってないんですけど、え、ちょっと待って、これミルク噛んだな絶対、え、絶対噛んだよねこれ、ちょっと待って、見てこのさ、今この私コームを使ってるんですけどね、見える？え、犬に噛まれた跡あるんだけど、え、全然話題進まないんだけど、ほらやばくない？え？おー、ミルク噛んだなこれ犬に肛門噛まれたんですけどえ？そんな古くないぞ私噛まないよこれマジ？眩しい。そう、たくさんね相談を聞いてもらって、その時すごいってきた、ショールームさんですかこんばんは、ね、犬に肛門噛まれた話してる場合じゃないですよ。ちょっとそう、はずいそうなんです、すごいね話を聞いてもらって、なんかその時めっちゃ心救われたっていう印象っていうか、そのイメージが強いかなって思います。ミクポンさんはそんなにね、多分、まあ、関わり自体はあんまり深く関わってはないかもしれないんですけど、もう最近になって急接近した気もします。そう、マジで本当にしょうもない話しかしてなくて、なんかここでお話できないような内容も話したりとか、キンキン出れた、おほっちゃんありがとう、してますね。そう、聞き上手な方ですね。結構私は本当に誰でも結構自分から話してちゃうんですよ。だから聞き上手な方になりたいなって思うから、若ぽんさんみたいな感じになりたいなって。チーム M の楽しい思い出、うわ、なんだろうな、最近とかだったらなんかもうまず私その入ってきて、劇場入ってきて、おはようございますって挨拶した時にまずしおりさんとか、まあ、れいこさんとかいたらもうなんかおはようから始まんないんですよ。もうしおりさんとかなんてもう絶対なんか先生とか言いながらベタベタ触ってくるような方なので、なんか本当にチームMの先輩と仲良くなりすぎて、そう離れたくないなって思います。本当にまともに挨拶できるのカレンさんとか
まあ、レイさんとかもあるやんけど、赤ポンさんとか基本なんかまともに話できない方多い気がします。仲良くなりすぎて。そう、なんか本当にキャラの大渋滞してて、そう、面白いなって思います。行くのが楽しくなる、劇場に。しおりさん本当意味わかんなくて面白いですよ。カレンさん面白いんだよね、結構。そう、そう、カレンさんはでもこう挨拶する時でもめっちゃ笑顔だから、本当になんか癒される感じ。リスケ、ギジタ、ありがとう。ケイトさん、ちゃんと挨拶しますよ。ギジタ、ありがとう。モリちゃんだってよく言ってきます。にゃうちゅうかってなんだろう、にゃんちょ。そうだからチーム M 面白いんですよ本当に。後輩より先輩が好きなタイプ。私結構末っ子体質、私今お姉ちゃんがいるんですけど3つ上に、だから年上の方が関わりやすいんかなって思う。年下の子はどうやって接していいか分かんないなって思っちゃうんですけど、まあ、後輩が今もう7期じゃないですか、8期9期と、まあ、シオンといい結構いるのでもう慣れてきたんですけど、最初はもうなんかどう接していいか分かんないなとか、年齢がさ上なのに後輩ってなったらなんかおー敬語敬語かみたいなとかあったけど、私はあんま多分先輩先輩してないから、だから先輩も後輩もあんまないんですけど、先輩の方が関わりやすいんかなって思います。新美術は後輩、そうだね、フレッシュな子たちがすごく多いので、今のチーム M では私がまあ後輩の立場なので、なんか後輩が多いってちょっとなんかどういう感じになるの。あ、でも B2 の時に経験、元のね B2 の時に経験してたんです。新チーム B2 ねえ、どうですか皆さん的に。解体やっぱ寂しいですかねえ。なんか私からしたらでも1年ぐらい M で過ごしたんですけど、ちょっともうなんかあの月日がちょっと頭で計算できなくてわかんないんだけど、多分1年ぐらいかなって勝手に思ってるんですけど、まだまだ M 公演とかでいろんなね、なんかユニットとかいろんなユニットって言ってもあと1個しかないんですけど、そうだからもっとなんか出たかったなとか思うけど、割と結構出てるんですよ意外と。そうねえ、でももう卒業された先輩とかも N、M 両方結構普通にいるので、まあそろそろなんかなとは思ってたんですけど、いざねチーム M から離れるって考えたら、あ、 B2 ラスト公演が11月1日だったのか、今が7月23 4 3 3やな、 4?24 かこっちゃん、ありがとう。そう、もう本当に安心感のある先輩方が多くて、特に若ぽんさんとかは本当に優しくて、あのままですね、多分みんなが思ってるまま
若ぽんさんってすごい頭がいいじゃないですか。でたまにっていうか、最近はあんまりあれなんですけど、よくパソコンとか勉強してる姿を何回か見たことありますね。ゆいなさんと赤ポンさんは勉強してる姿をよく見るなっていう印象があります。15分経ちました。もうすぐね公演が始まっちゃうので、リュウジありがとう。ぜひね皆さん26の公演に私出演するので、ぜひ見に来てください。今日は後輩の子が出てるので、そう私オフじゃないんですよオフじゃないんですけど、後輩の子がまたぎ出演してるので、ぜひ DMM でね見て応援してあげてください。私もちょっと覗こうかなと思ってます。そう本当出たかった。もうさ自分がいないチーム M の公演とかちょっとなんか見るの悲しくなるダッチサオリありがとう。ねえぜひ自分なんだ、でも自分のポジションじゃないからあれだけど、うわ出たってなる。そう26はね楽しみにしていてください。そう練習お家でしてますよ。ちょっとじゃあランキングだけ読んでいきますね。45分から公演なので皆さん準備とかもあると思うので、13位アゴちゃんありがとう。12位ゴリョウありがとう。11位プリスキありがとう。10位カジュピンありがとう。9位カネゲンありがとう。8位サオリありがとう。7位ケンケンありがとう。6位ほっちゃんありがとう。どこまで5位か、5位エイジありがとう。4位ワタッチありがとう。3位カフェオレありがとう。2位野原しんのすけのすけありがとう。1位はスノーマンありがとう。ありがとう、お餅お餅ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ちょっとね短い配信にはなってしまったんですけど、まあ、チーム M 愛をちょっとは語れたのかなと。そう初めてランキング、ありがとう嬉しい。いきなりの配信なのに、いきなりの配信なのに皆さん来てくれて嬉しい。まつげ溶かしちゃった。さん付けで呼んでくれたら、野原しんのすけのすけさんありがとうございます久しぶりなんかな。私久しぶりショールーム、これメンバー一人ずつ、今週は私のプロフ帳をみんなが作ってくれます。私も自分で作っていくんですけど、チーム M で、まあ、みんなでリレー配信じゃないんですけど、まあ配信が続いていくと思うので、チーム M のファンの皆さん楽しみにしていただけたら嬉しいです。そうもうね、チーム M マジでおもろいんですよ。もっとね公演とかの MC とかで笑ってほしいから、ぜひね本当に見に来てください。最短で26日に出演するので、キャンセルとかもしあった場合は入れると思うので、もし予定空いてるなーっていう方は26日見に来てください。可愛い私がきっと見れます
そうですね、今週は私のことについてみんなが多分言ってくれると思うので全配信いきたいと思います。スクショタイム、こういう時は燃え袖をしないと。全部顔一緒なんだけど、オッケーですか？はい、皆さんありがとうございました。このあとね45分から、チーム M 声を突然やってくる声、私はちょっと出演しないんですけど、今日はまたぎ出演の子が多い日なのかな、なのでぜひ見て、新しいチーム M じゃないな、新しい感じのやつを、はい、楽しんでください。私も今から勉強がてらに DMM を覗きたいと思います。じいちゃんおる、おじいちゃんとおばあちゃんがいますね。はい、ではありがとうございました。皆さんまた会いましょう。バイバーイ、またねー。